ファンドマンの日常。今日も始まりましたファンドマンの日常。 ABF キャピタルの代表の熊原です。同じく取締役の伊達です。取締役の中野です。では始まりましたファンドマンの日常。今週は中野くんかな、はい、よろしくお願いします。お願いします。あ、そういえばそれ始まる前にふと思い出しました。前回熊原くんの回で出した問題覚えてますか？あれだ、ひらがな1個ずつ増やす。完全に忘れる。そう。完全に忘れる。あ、なんか俺も答え思いついたんだけど、忘れちゃった。この前、冒頭、ドライブをしてるときに答えを1個思いついたので、共有をしておく。ぜひ。問題のおさらいから言っておくと、まず1文字のひらがなで、何かしらの意味を持つ1文字のひらがなで、その次にそれに、前に何かをつけて、また意味を持つような2文字のひらがな、うん、でそれが同じことを繰り返して3文字、4文字、5文字までいって、全部別々の意味を持つようなひらがなは何かっていう問題でしたっていうので、うん、で前回ね、伊達くんとかにも考えてもらったけど、なんか僕もふと思いついたのが、意外にできたなと思った単語がですね、うん、最終的な5文字の単語が温かい。あー、おーすごい、本当だ。い、かい、高い、戦い、暖かい。うんうん、ああ、おー、なんと平易な単語になってて。ねえ。いいね。いい感じだね。こっち前、だいぶ植物まで分からない単語を混ぜてしまったけど。なんだっけ、自殺みたいに入ってたよね。ああ、実際ね。実際。そう。いいね、それ。お意外に簡単なの見つかったなと思って。うん。暖かいと戦いが出てくるのすごいね。おいい、あ、近いなんかその文字の構成だったんだみたいな、うん、ねえ、これ辞書アタックして全パターン見てみたいけど、ね、そうね、どれぐらいあるんだろうね。確かにこれってあれじゃないのかな、伊達ちゃんの分析力をもってしてできないのかな。辞書データがあればできると思うけど、しかも、ね、意外と簡単な気がする。5文字の単語を見つけてきてだけにまず絞って、で1文字取ってまた探してきてっていうのをひたすら繰り返すといいんでね。アルゴリズム結構簡単だと思う。これあれだね、あ、分析の処方のやつとして使えそうだ、ね、全部頭につけましょう。これしかもなんかネットの辞書とかあるじゃないですか、まあ、ウェブの、うん、そういうのとかでうまく使ったりできないのかね。確かにそう、ね、ウェブ辞書さすがに辞書のデータ全部公開してないだろうけど、統計解析で自然言語解析、自然言語解析用の辞書データがどっかに整備されてるはずだから、なんか京都大学とかの研究室とか公開してたような気がするから、そういうところのデータ使えばすぐできる気がする。あ、その最初の5文字のやつのデータを知らないといけないってこと。そう、最初の5文字のやつを引っ張ってきて、日本語の広辞苑か何かの辞書に載っている5つの音節の言葉すべてっていう、まずリストを作るっていうところから。なるほどね。これ現実的じゃないんだろうけど、やろうと思ったらその音データなくても50の5乗みたいなやつで全部頭から入れて検索結果がヒットするかみたいなのはやろうと思ったらできるってこと。そうだね、50の5乗だとちょっとあれかもしれない。とてつもない時間がかかってしまう。そうだよね。どれぐらいになるんだろう。それがなんか辞書に載ってる5文字の言葉の方がだいぶ少なく済みそうだ。間違いないだろうね。50乗したら15億ぐらい数字なのかな、うん結構時間かかるな、うん、確かにそれを一回一回ネットのやつにつないで出てくるかとかやったら確実に止められるよね絶対止められる。これってあれだっけ、ラサールの問題なんだっけ、何の問題なんだったっけこれ。あ、いや、どこの問題かね、僕もあんまり覚えてないというか、中学受験の問題かどうかすらも正直覚えてないっていう、はい、なんかの本で見た。なるほど。もう15年以上前かもしれないという感じで、まあ、ちょっと前回の宿題というか、そういう話でしたと。なので、ちょっと取り直して、今日のお話ですね、僕の担当会は、ちょっと野球の話をできればなと思ってまして、一番最初に一個、最近まだ始まったばっかりの野球の漫画があるんですけど、何それ。最近お二人野球の漫画とか読んでないですよね。読んでない。結構、今後どうなっていくのかなっていう気になる漫画ありまして、うん、その名も、野球の名前がコンサルナインっていう。何それ野球漫画が。読まないとじゃ、
読まないです、はい、ぜひ読んでほしい。コンサル×野球漫画っていう漫画なんですけど、まあちょっとざっと、まだね、20話ぐらいしか出てないんだけど、うん、外資系コンサルに勤める超エリート女子、工藤紗友子。順風満帆な生活を送る彼女に新たな仕事が舞い込む。訪れた先は、私立なんとか高校みたいな、学校経営の改善を望むクライアントに、紗友子が用意したプランは、野球部を甲子園で優勝させること、学校の優勝を目指し、多彩なコンサルメソッドで、みたいな、そういうような漫画なんですね。すごいね。模試ドラみたいな感じ。あ、そう、読んだことないけど、そういう感じなのかなと思って、私立系の学校なのかな、の、とある教員が、なんか、すごいこう、軽はずみで、クライアントとして頼みましたみたいな感じで。ちなみに、この主人公が勤めてる会社がね、うん、名前があるんですけど、マッチンゼって言います。マッチンゼ。マッチンゼっていうところでバリバリ働いてる24歳で多分マネージャーやってる敏腕コンサルタント。2年でマネージャー。それすごいね、それ。多分これ普通にも提案とかしてる、提案資料のこれ入ってる。まあ、マネージャーやってますね。ゴリゴリ仕事付けの超バリバリキャリアウーマン、マッチンゼに勤める子が、ふとした流れで、こういうクライアントとして、経営を改善するために甲子園導きますみたいな。野球のズブの素人が頑張るみたいな。へぇ。本家マッチンゼでもあれじゃない、24のマネージャーいないんじゃん。いやでもマッチンゼだから。マッチンゼだ。マッチンゼにはいるんだよ。昇進スパンが違うか。そうそうそう。我々の前職でも一番若いマネージャー26歳だった気がする。シカゴオフィス。うん、東京にいなさかったけど。っていうやつで、まだ始まったばっかなんですけど、ちょこちょこあれが出てくるんですよね。フレームワーク。おお。相手のバッターを打ち崩すためには、5Y 分析を使いましょう。おお。でなんかこう Y を5回繰り返すことで問題の真因にたどり着きます、うん、おお面白いねよくやるやつだ一番最近の回、ジャムの法則で打ち崩す。ジャムの法則ってなんだろうって僕思ったんですけど、うん、僕も今ジャムの法則を見ていて、うん、選択肢が多すぎると選べなくなってしまう心理現象のこと。おお。決定回避の法則、つまり選択肢を絞れている、絞れっていう最適な選択肢の数は7プラスマイナス2、うん、多くても9個。結構多くない？でも9って選択肢として、あんまコンサルの提案で9個のだから選びましょうみたいしないやん、うん、3つじゃないのっていう、うん、3つだよね。そう、3つより増えると聞いてくれなくなっちゃう。その3つってもうちょっと絞れるんじゃないって言われるやん、うん、そうちなみに、うん、この主人公の女の子は甲子園優勝ありきで提案を作っていったんじゃなくてなんとびっくり3日間でプランを90個持っていくっていうその中から選ばれたの、甲子園が。そう、その中から選ばれた53個目のプランが甲子園優勝だったっていう、うん、すごいね。その90個あれかな、あの実現性とインパクトでプロットして選ばれたのかな。どうなんだろう。いや、なんか実現性が低いでしょ、どう考えたら。東大合格だから、インパクトは無限大、確かにすごいなそれ。そう、3日間しかもちゃんと提案するだけじゃなくて実行まで支援するのはすごいね、マッチンゼ。そう、マッチンゼ、ね、まあ一人でやってるからねすごいな。そうなんですよ。まあでもなんか、いや僕らもたまたまね、最近提案というか考えるみたいな話があったじゃないですか。うんうん。大量のインプットをして、めちゃくちゃ作ってほとんど使えないみたいな。そうだね、そう。やっぱり、すごいなって、まあそうです。我々がこの前行ったレストランの話だね。うん。毎日100種類以上の試作をして、その中から生き残るのはほとんどないっていう、衝撃のエピソードでしたね。うん、あれはすごかったですね。うん。自分じゃ思いつかないような組み合わせを提供してくれて。そう。あそこまでの、なんだろう、一種の狂気がないと、素晴らしい料理は生み出せないんだな。普通の人怖くてできない。うん。あれは本当に、すごいですよね。でもやっぱり、ね、そのシェフの方が言って、やっぱりこう、どんな仕事も成功っていうのは、まあ、
ね、ストレートフォワードに行くんじゃなくて、やっぱ失敗だから生まれるじゃないですか、みたいなことを。うん。ちょっと、まあ、やっぱその通りだなって。そうだね。コンサルの仕事とかってあんまそういうのはなかったなって、すごい思うな。だから我々もそういう飲食の世界に飛び込む以上、ある程度そういうメンタル持たないといけないな。やっぱ研究者の頃を思い出すよ。うん、ああ、そうね。コンサルに入ると忘れてしまう気持ちだな。なんかこの試行錯誤っていう感覚。ある程度仮説持って検証って2、3回やれば大体なんかどれかは当たるっていうイメージがあるから。そう。なんか網羅的にやるみたいなことはやらなかった。そう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 。網羅的にやって最適なものっていうのじゃなかったからね。そういう感じで、うん、主人公の子もそういう動きしてるなと思って。面白いなと思ったっていう。まあ、これがコンサルタントとして合ってるのかよくわかんねえなと思って。誰が監修してるんだろう、うん、これ確かにね。今、なんか著者調べたら、著者は普通の漫画家だよね。おお。何なんだろうか。ちょっと今後に注目です。うん、注目ですね。野球漫画か。なんかやっぱ確かに、いろんなスポーツを考えたときに、うん、こうデータの力が一番使えそうなのは、まあ野球ではあるよ。確かにそのサッカーとかとね、比べちゃうと、やっぱ困ったところから始まるっていうのは大きいっすよね。うん。単性のゲームだし。うん。そうそう。なんか区切りがはっきり分かれてる分、確かにデータの入る余地は大きいよな、サッカーより。うん。その点ゴルフとデータってないのかな？それはなんか結構ありそうな気はするけど。でもゴルフって対戦相手いないからな。だからいないっていうか、なんか基本自分との戦いのイメージだから。確かにな。うん。今回のコースはバンカーの率がこうだからって、ちょっとアウトサイダーから見て、全員のスコアを予測するみたいなのはできんのかな。この人はここが苦手で、とか。まあ、それはなんかできそうだよね。競馬でさ、来てるよね。競馬でジョッキーと会場と馬の、と気温とか風とか馬の体調とかそんな全部インプットにして、馬が勝つみたいなのをなんか機械学習させて、それで34億円ぐらい確か儲けた会社がいるはずだけど。経費かどうかってやつ、ね、あ、そうそう、そう、外れ馬券が経費かどうかで裁判になった人。ああ、あったな、そんなの。まあもちろん、ゴルフ認められたが。ゴルフあれだね。儲けには直結しないね、その分析したところで。まあ、あれじゃない。ブックメーカーの人たちが、どのタイミング倍率を決定するか分かんないけど、うん、イギリスのブックメーカーの会社とかが使えるかもしれないけど。そうだね。ゴルフはむずいな。天候もあるしな。そう、なんか天候まで加味するとなると、結構直前になりそうだね。なんかシミュレーションが完成する。それじゃあ、もう遅いかもしれない。確かに。他に何だろう、データが入る余地がある。難しいな。データが入る。アメフトとかはそれはもちろんもうすでに入ってるだろうけど、あるよね。アメフトは、だってあれだよね。監督の声が無線で飛ばされてる、ね。そうなんだっけ？あれじゃないっけ？あれ、そんなのあってなかったっけ？アメフトのあの。なんかインカムつけてるよね。うん、インカムつけてるよね。うん、あれ、選手も？あれ、選手も。クォーターバックとか つけてないっけ？少なくとも。あ、そうなんだ。すごいな。うん、プレイヤー二人だけ無線を使用できるんだって。だからまあ、そうなん、司令塔みたいな人とキャプテンが多分、インカムつけて、監督とコーチとやり取りしてると思うんだ、試合中。なるほどね。すごいな。なかなかないね、そんなスポーツ。そう、サッカーとかだと絶対ダメだしな。野球も、だって監督が伝えられるのサインだけだもん。うん、しかもあれだよね。確かデータ使うと反則になるんだよね、野球で確か。え、そうなの？確かに野球試合中に外部からデータやり取りすると反則になるはずなんで。なんかそれでメジャーリーグで一回なんか問題になってなかったっけ、野球でデータ使って。あ、サインを盗むってやつ。サイン盗みはダメだよね。サイン盗みか。サイン盗みはダメね。うん、サイン盗みって何なんだっけ、ああ、そっか。投げる球、こいつはこれを投げるぜっていうのを二塁手がこう伝えるみたいなのがダメなんだっけ。そうそうそう。ああ、確かに。キャッチャーのサインはだって、そうだよね。盗めないもんね。あ、盗めないっていうか、みんな一緒だから、見たら分かっちゃうんだもんね。なるほど。後編へ続きます。